よし、なんかさ、はい、もう夕方じゃない？そう、やばいんじゃん。気づいちゃった？やばいなと思って、よし、今日の場所を確認したんだけど、うん、これ30分持つか怪しいなと思って、まずい。でも行ってみようぜ。もう行こう。あ、雲がすごい。あ、本当だね。黒か黒っぽ雲です。食べ物、ほうほう、みなこさん見てみて、あの手元で飴をちぎってはハサミ、あー、はい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 、うん、あのよく海外で食べるさ、うん、間にこうあるあるある、ストロベリー系の中にギュッて挟んでる、うん、挟んでやつね、ぽいよね。で、これがバクファー飴だっけ。だから、そうだね、癒し飴みたいな味かな。うん、おいしそう。このちっちゃいのあんないっぱいはいらなくて、この大きいの1個あればいいかなって感じなんだけど、うん、これ食べてみたかったんじゃ。よかった、みんなで分けっこしよう。ほうほう、じゃあ、結構でかい、ね、うわー、ほんとな、結構でかい。じゃあまず一回ハムですね。うーぬい、あ、すごい、うーぬぬぬぬぬ、すごい。どのようにして、どのようにして切れるの。はい、いけた。これ分けて、はい、半分こして、私もこれ半分。じゃあこれ噛んじゃうね。うん、噛んじゃうった方がいいよ。噛んじゃっていいよ。おしゃこし。なんかこの飴と一緒にこうピーナッツの粉も入ってんの。うん、本当だ。いただきます。はい、どうぞ。うん、不思議な味、甘い。本当？うん、中の飴がねっとりしてるんだけど、ピーナッツ入って香ばしい。香ばしい。すげー、あー、風で飛ぶ、風で飛ぶ。あいしょ、あいしょ、あいしょ、あいしょ。あ、おいしいな、これ。いただきます。完全に理解した。完全に理解した。うん、ね、飴でピーナッツスコッチっていうかさ、なんか飴でカリカリしてるんだけど中にナッツが入ってて固めてあるやつみたいな。はい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 。あれの味に近い。うん。だけどこれは、クッキン生地だ。漁業界からなんかサクサクなんだけど中に飴が入ってて美味しい。うんうんうん、はい。あ、この人すごい、うん、バランスがいいね。でもってピーナッツやっぱり美味しいわ。美味しい。あ、
香ばしさと甘さと、これちょっとしょっぱいやつ。うん、ね、これうまいじゃん。クラッカーじゃなくてこっちの方が美味しいと思う。ね、うん、お茶漬けみたいな。これはナイフであります。これも、あの、平日したら出てなかった。あ、そうなの？ここは美味しい。うん。綺麗だ。こんなに綺麗。あ、見えないんだろうね。思い出す。